の口の中が狭い言語なので、あの割合えってこういう噛み締めて切って、だから歌にちょっとね不向きかなって思うんですね。でもうそのイタリア語とかドイツ語とかっていうのはもともと空いてる言語なので、ああおーってすごく空いてる言語で喋ってるのに、また歌になるとさらに上げるわけですから、日本人の何倍もこうあーっていう、ね、あの口の中とか全てを開けてあの歌ってると思うんですね。だからあのいい声が出てくるんじゃないかな、まあ、骨格もありますけども、いろいろありますけども、それも一つだと思うんですね。だからあの日本語的に言ってしまうとイタリア語に聞こえないね、あの少しあの余分に空いていく必要以上に、ソウルマレルジカよりもソウルソウルマレソウルマレルジカみたいな、ファーストロータルジェントもジェントっていうよりジェントって日本語的になってしまう、ジェントジャーってアに近くして、あの全てをあのとこ要素を持って歌っていくと、あのたっぷりこの中空きますよね。でそれでも足りないくらいだから、あのそれでも、ま、日本語のあれからすればいっぱい空いてるんだけど、やっぱりイタリア語からすれば足りないかなっていうぐらいだから、ね、少しずつあの思ってる 1.5 倍とかね、あの空いて、じゃもう一回だけね、はい、最後いきましょう。し低い音も綺麗ですし、だからあとは出ないと思い込んでるんですね。そうですそうです。と出し方があの出ない方に持ってってしまってるっていうのが一つの原因です。力が入っちゃうんですよね。だからその力を抜くためにさっきのスとかって言ってあのここを楽にしていくっていうことをしていけば全然違いますよ。の素晴らしい声を持ちですから。もっともっと磨いてください。じゃあ今からオペラを目指してそうオペラ歌います。